トランスミッションではマシン。トランスミッションではマシン。TVM。英語にするとトラック2。トレーントランスミッションはフランスの高速鉄道 TGV 用の高速新線。LGV。リンニュグランドビテス。高速線の意で用いられている信号システム。運転保安装置である。LGV の信号システムは在来線のものとはかなり異なっている。 TGV は高速で走行するため、通常の路側信号機を見て運転士が運転することは難しく、TVM と呼ばれる自動化されたシステムが使用れている。情報はレールを通して電気信号として列車に伝送される。車両の元に設置されているアンテナが信号を受信し、車上のコンピュータが処理して運転席に設置された装置を通じて運転士に目標速度や進行。 停止の指示を伝えるようになっている。ただし、このシステムでは運転士は排除されておらず、運転士が誤った時に安全に列車を停止させる装置として設計されている。線路はおよそ1500メートルごとに閉塞区間に分割され、その境界は青地に黄色の三角を描いた標識で示されている。運転席の装置には現在の区間で許容される最高速度と 前方の線形に基づいて計算された目標速度が表示される。許容される最高速度は前方の列車までのおよその距離、先行列車後端に接近するにつれて、区間ごとに許容最高速度は下がる。分岐点の位置、速度制限、列車自体の最高速度、LGV 区間の終点までの距離といった要素によって決まる。列車は 通常一つの閉塞区間の長さで止まることはできないので停車地点の数区間前から減速する指示が運転士に出されるようになっている。LGV では TVM-430 と TVM-300 という二つの TVM が使用されている。新しい t v m 百三十は英仏海峡トンネルとベルギーへと通じる LGV 北線に最初に設置され、 TVM-300 より詳細な情報を提供している。さらに TVM-430 では連続的な速度制御曲線を計算して緊急に列車を止めなければならない事態が発生した時に運転士が効果的に減速することができるようにしている。TVM は許容信号方式であり運転士は他の列車が在線している。 閉塞区間に許可を得ずに列車を進入させることができる。この場合の制限速度は時速3 0トルで時速3 5トルを超えると非常ブレーキが動作して列車が停止する。閉塞区間の入り口を示す標識に N 階の標識が一緒に取り付けられていた場合はその区間は許容信号ではなく運転士は列車を進行させる前に指令センターポスト D アイグイリッチへでレガヤレーションの許可を取らなければならない。震度が設定されたり、指令センターが許可を出したりした時には、閉塞区間入り口標識の上に取り付けられた白いランプが点灯して運転士に知らせる。それを見て運転士は列車の制御盤にあるボタンを押して確認する。この操作をしなければ、NF 標識の脇に設置されている。 ループ回線の上を通過した時点で非常ブレーキが作動する。列車が LGV に進入、進出する際には在来線との接続地点に設置されているループ回線の上を通過することで運転台の表示を適切な信号システムのものに切り替えるようになっている。例えば LGV から在来線へ列車が出るときには TEVM 信号システムを終了させて代わりに 在来専用の KVB、コントローラビテスパーベリス、英語にすると、ビリコンスピードコントロールが起動される。TVM はフランスのチェイグループによって開発された。世界で最も先進的な信号システムの一つである。しかしながら、リレーのような球体依然とした部品に頼っているということも事実である。TVM-432 は、地上装置と、 車上装置の二つの構成要素がある。どちらも MC68020 マイクロプロセッサー、初期のマッキントッシュに使用されていたものと同じを使用し、ADA でプログラミングされている。高い上調性を確保し、危険な状態をもたらす故障を起こす平均年数は100万年を超えると見積もられている。TVM-430 の地上装置は、 線路脇の箱の中に設置されており、一つで約 15km の距離、約10の閉塞区間を管理している。各装置はその路線の列車集中制御装置、CTG と結ばれている。各閉塞区間はそれぞれ軌道回路を構成している。信号情報はレールに流されている。交流の信号電流に頂上して送信される。TVM-430 では4つの。 半送波周波数が使用されており、複線のそれぞれの線路で2つずつの周波数が交互に使用されている。1つの線路では 1700Hz と 2300Hz、もう1つの線路では 2000Hz と 2600Hz が組み合わせて使用される。この半送波周波数で27の過長周波数を変調し、周波数の組み合わせが1つの信号源時に対応している。 TVM-300 では18の周波数を使い、一つの周波数が一つの信号源時に対応していた。各閉塞区間には送信装置と反対側に受信装置が設置され、列車の車輪によって短絡されたりレールが破損したりして、信号電流が途絶えると、その区間に列車が在線していると判断される。軌道回路の境界では 50Hz の 走行用電流はそのまま流しつつ、信号電流が隣に流れ込むことを防ぐ、絶縁継手が設置されている。技術的な仕様は UM71 軌道回路として定義されている。レールに流れている信号電流は TGV 車両の前頭部の下、先頭の車軸からおよそ1メートル前に設置されたアンテナで検知される。 このアンテナはレールに流れる交流信号電流との電磁的な結合で動作している。一本の列車には上調性を考慮して、両側に二つずつ全部で四つのアンテナが搭載されている。そのうち進行方向前側にある二つが実際に使用される。検知された信号電流は、車上の二つの上調なデジタルシグナルプロセッサで処理される。 複合された信号は27ビットの情報になっており、それぞれのビットが半送波で変調されている27の過長周波数に対応している。この情報は以下に示す順序のいくつかのフィールドで構成されていい。これらの27ビットの情報が TVM-430 の車上コンピュータへの入力となる。古い TVM では目標速度は 閉塞境界でのみ更新され、階段上の原則となって、運転士が操作する時のように連続的な原則はできなかった。閉塞調や路線の情報が付け加えられたことで、TVM-430 では、連続的に変化する目標速度を車上コンピュータで計算することができるようになりより、現実的な加速、減速曲線を描くことができるようになった。 軌道回路からの情報で動作する TVM-430 の連続速度制御に加えてレールの間に設置された誘導ループ回線から車両の元に設置されたセンサーへ情報を送信することもできる TVM-430 と同じ周波数不合化の原理で時速 400km 走行時でも地上子から28ビットの情報を送信できる 路線の速度に応じて、地上子の大きさは異なり、7メートルと4.5メートルの2つの長さがある。この地上子は、BSP、ブークレイサンズ・パンクッチエル。英語では、インターミティント・トランスミッション・ループス、断続伝送ループと呼ばれている。地上子は2つの半ループからなり、125kHz と 62.5kHz の半層波周波数の位相変異を変調。 PSK で情報を伝送する。以下のような情報が伝送される。航空機のブラックボックスと同じような記録装置が、すべての状況を記録している。TVM-430 を備えた編成では、古い画像式の記録装置は、アテス、デジタル記録システムに置き換えられている。運転手のすべての操作と、信号源時、TVM-430、KVB、 在来線の信号応答は磁気テープに記録され、後にコンピュータで解析できるようになっている。バクマと呼ばれる装置が運転士の意識レベルをチェックしている。TGV を走らせるには運転士が一定時間バクマ装置を押し下げておく必要がある。一定期間バクマ装置に触れないでいるとブザーが鳴り、さらに応答がないと自動的にブレーキがかかる。 TGV の運転席の中央、フロントガラス下に2つまたは3つの列の表示装置が設置されている。このディスプレイに現在の区間とその次の区間の目標速度が数値で色分けされた背景の上に表示される。路線の最高速度は緑地に黒の数字で表示され、より低い速度検示は黒地に白の数字で表示され、停止検示は赤地に000の表示となる。 ディスプレイの下には速度計が設置されており、連続的に目標速度と現在速度が表示される。速度は上調性のあるタコメーターで計測され、その精度は2%となっている。目標速度と実際の速度の差の許容範囲は速度によって異なっており、高速になるほど許容差が小さくなる。例えば時速 300km 信号の時、コンピュータは列車が 時速 320km を超えた時にだけブレーキ作動させる。表示装置の様子はこちらのサイトで見ることができる。車内の信号ディスプレイは安全上重要であるため、信頼性が高くなければならない。表示装置にはリレーを使用したセンサーが組み込まれており、現在の信号源地が正しく運転士に表示されて、いると信号制御コンピュータに伝えている。 表示装置に問題が発生すると、自動的に列車は停止する。運転手のストレスを軽減するため、いくつか先の閉塞区間の速度に関する情報が与えられている。先により現時の制限がきつい閉塞区間があるとき、その区間に対応した速度表示装置が点滅して、運転手がその速度を考慮して制御できるようにしている。制限的な現時は、 非常時を除けば、閉塞境界でのみ更新されるようになっている。また、現時の変更の時は、車内のホーンが鳴るようになっている。ただし、現時の上昇は、閉塞区間内のどこでも可能である。TVM-430 は、とても信頼度の高いシステムで、直接列車を制御しないのは不思議に思われるかも、しれないが、不慮の事態への適応性が欠けているため、 人間を制御に残しておくことが望ましいと反された。そのため TGV の運転は完全に手動で行われており、安全装置はそれを監視しているのみである。TVM は高速新線と AF2 海峡トンネルのみで使用される。それ以外の区間では他の信号システムが使用される。すべての TGV の編成はフランスの在来線で使用されている KVB を装備している。 TVM に加えて以下のシステムが様々な組み合わせて使用されている。このように様々なシステムを搭載しているため国際運用につくタリスやユーロスター用の TGV の信号表示装置は複雑なものとなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。